失礼します。今、いいですか、あんたで。今、全日本合宿でしたり、全日本合宿や世界大会の前に、よく私と一見先輩が、アップ相手をさせてもらうんですけども、どの、合宿の練習の中でも、やっぱり今の練習の中で、気をつけることとか、先生方からいろいろ言われることがあります。それは、多分皆さんもいろいろ先生から言われてると思うんですけども、まず打つ前の最初の発声、その発声でやっぱり自分が今から行くぞっていう規約を見せるか見せないか、その規約を見せることでやっぱり相手の気持ちがちょっとこうやばいなとかって思わせた時点で、もうそこで勝負が決まってるってよく先生から言われます。なので私たちもその先生の言葉を信じて、技をする前には大きな声を出して発声をしてから面打ち小手打ちとかいろいろやっています。あとは、やっぱり打つ方と元立ちの方と、どうしても元立ちの方は休憩をしてしまうことが多いんですけども、やっぱり一番大事なのは元立ちが休憩しないこと。相手が、主義者の方、打つ方の癖を見抜いたりとか、元立ちをしながら、そういうところも見ながら元立ちをしなさいということをよく言われます。なので、どっちが今から打つのかなって分からないぐらい、両方が切羽詰まったかのような動きを見せるか、雰囲気を出せるかっていうところが、試合になるとものすごく直結する部分だと言われているので、私たちはそういうところを意識して日頃やっています。まあ、これが、この練習は全てじゃありません、実際は。もっともっと最初、最後にやった追い込みとかも、1時間30分、30分1時間とかしたりとか、かかり稽古も1時間したりとか、非常に厳しい中での練習をしています、してるんですけども、やっぱり一番大事なのは、一人一人が本当に自分が日本代表になって、世界大会で世界一になるっていう思いを持っている人しか、やっぱりこの合宿も乗り越えれないですし、やっぱり日本代表っていう非常に難しいところを、その枠を獲得するっていうのはすごく難しいことなので、やっぱりそこを目標を置いて、本当に今合宿30人ぐらいいるんですけども、30人一人一人はみんな世界大会に出たい、世界大会で世界一になりたいと思ってみんなやってるので、やっぱりきつい練習をする中でチームワークっていうのを大事にしながら日頃やってるので、皆さんも私たちがトップだからとかじゃなくて、みんなもそういうチームワークとか最初の掛け声を出すとか、そういうところって本当にちっちゃい時から言われることなんで、そういうところを少しでもみんなが、自分たちの、私と克実先輩がした今の練習で何か一つでも感じれたらよかったかなと思います。そして午後も講習の時間を50分設けてもらってるので、そこで今やったのを踏まえて、またみんな午後もやっていってほしいと思いますので、少しでも今のが勉強になったらよかったなと思います。見苦しい練習だったんですけど、見ていただいてありがとうございました。はい、それでは講習会一応終わりたいと思います。はい、皆さんで元気に。